水はどう？そうですね、最近茹でるのにも使ってるからペースが早くて。じゃあ今から汲んでくるよ。だるまさんが転んだ。今までキャンプって言ったら敷居が高かったわけですけど、グランピングだったら都会から気軽に来れます。地下水は下の地域の湧き水になるし、この辺りのことは何でも教えてくれる。ちゃんと頼めば力にもなってくれるし。私たちの会社がこの土地のことを何も知らないんだなっていうことが身に染みて分かって、グランピング場の予定地、あそこは鹿の通り道なんだ。都会の人が野生の動物と近くで触れ合えることってないし。銃声。